こんにちは、A スタイルです。 A スタイルは私 A が気になっている情報を大人女子の目線でご紹介します。さて、私は今友人と京都旅行に来ています。今日はこれから人力車に乗って嵯峨野巡りをしようと嵐山に来ました。京都の嵐山は国の史跡及び名勝に指定されており、四季折々の風情ある景色が楽しめる多くの観光スポットがあります。一般的に渡月橋周辺一帯を嵐山としているそうですが、その嵐山から小倉山に沿った神社の立ち並ぶ観光エリアを嵯峨野と呼び、年間を通じて多くの観光客が来るそうです。私はせっかく秋の紅葉シーズンに来ているので、いろいろな観光スポットをぜひ見たいと思いましたが、大勢の観光客がいる中で見たい場所をすべて回るのは難しい。そこで人力車に乗ることにしました。早速人力車に乗り込みます。人力車を引っ張る車夫の方はこのエリアの観光のエキスパートのため、周辺寺院の歴史的背景や観光情報を詳しく教えてくれます。それに混雑している中を歩かずに観光名所を回れるので全然疲れない。行き先については、私たちの希望と時間、料金などバランスを考えながらプランしてくれます。私たちは竹林とおすすめされた紅葉の綺麗な二尊院に行って帰ってくる30分コースをお願いしました。私は最初二尊院に行くつもりは全然なかったのですが、ちょうど今一番紅葉が綺麗なのは二尊院だと教えてくれました。紅葉は日や場所によって色づき具合が違うため、観光客にとってとてもありがたい情報だと思いました。道中は観光情報だけでなく、いろいろな話をして私たちを楽しませてくれます。私は人力車に乗る前までは座り心地が悪そうだなと思っていましたが、車夫の方が気を使って走ってくれるため、お尻も痛くなく快適に乗ることができました。膝掛けまで用意してくれています。寒さよけやスカートの目隠しにもなるので、女性には嬉しいサービス。人が多い通りに出ました。もしかして進めない？多くの観光客の間をゆっくりと進みます。この道は竹林へ続くため大混雑、通れるのかなと不安になりましたが、警備員の方が事故が起きないようしっかり誘導してくれます。車夫の方も他の観光客の方が気分よく観光できるようしっかり対処してくれます。多くの方が観光している中で邪魔をしながら道を通るのはとても気が引けるのですが、そういった気分を少しでも少なくするための配慮があり、とても感動しました。竹林の小道に入ると人力車専用の道があります。わー、日差しを遮るように背の高い竹がびっしりと生えています。別世界に来たような神聖な空間にテンションが上がります。空気も澄んでいて、息を吸うたびに身も心もきれいになった気分になります。この人力車専用の道は野々宮神社の手前まで続いており、人通りの多い竹林の小道をスムーズに通ることができます。
野々宮神社は嵯峨野巡りのスタート地点と言われており、源氏物語にも登場する場所です。天皇の代わりに伊勢神宮に仕えるために選ばれた斎王が、伊勢に行く前に身を清めた場所でもあるそうです。本殿の横にある野々宮大黒天は縁結びの神様として有名で、近くにあるおかめ石を撫でながらお祈りすると1年以内に願いが叶うと言われているそうです。神社の入り口には黒木鳥居があります。黒木鳥居はクヌギの木の皮を剥かないまま使用している日本最古の鳥居の様式で、この鳥居と小芝垣は源氏物語の榊の巻に美しく描写されており、平安時代の風情をそのままに現在に伝えているそうです。今回は人力車に乗っているため境内には入りませんでしたが、本殿奥にある苔庭も美しいそうで、一度訪れてみたいと思いました。野々宮神社を正面に見て左奥の西へと進む道の方が観光客が多く訪れる竹林のメインの通りですが、人力車は北側の道を進みます。この竹林のメインの通りから外れた人が比較的少ないところに、今乗っている人力車の恵比寿屋さんが管理している竹林の散策路があります。ここは9時から17時まで無料開放されており、比較的観光客が少ないため人が写り込まない竹林だけの写真を撮影することも可能な穴場スポットだそうです。確かに11月末の紅葉ベストシーズンの週末なのにそんなに人がいない。私たちも思う存分生い茂る数万の竹を撮影することができました。竹林から出るマイナスイオン最高でした。12月には竹林の道のライトアップもされるらしく、幻想的な雰囲気もまた素敵なんだろうなと思いました。竹林の散策路を出ると風情ある街並みを楽しむことができます。正面に小倉山が見えてきました。小倉百人一首で有名な小倉山です。小倉山のふもとには二尊院があります。釈迦如来と阿弥陀如来の二尊を祀っているため二尊院と名付けられた寺院です。平安初期に嵯峨天皇の勅願によって建立されました。入り口の総門を抜けた先の参道はもみじの馬場と呼ばれ、紅葉の名所だそうです。もみじと桜の木が交互に植えられているそうで、紅葉だけでなく春は桜色、夏は色ごく重なる緑色、冬は霜に輝く木々も楽しめるそうです。私たちは人力車を降りず、総門前からもみじの馬場を見たのですが、本当に綺麗。今回の旅行で一番の紅葉でした。さすが車夫さん、間違いありませんでした。最後に小倉山を背に記念撮影。
野々宮神社まで送り届けてくれて終了です。人力車の料金は30分で2名9000円、1人4500円。私たちは最初、少し高いし30分ではそんなに楽しめないかもと思っていたのですが、とんでもない。竹林も紅葉も風情ある景色も見ることができ、何より人力車に乗って車夫さんからいろいろ教えてもらえる、4500円の価値あり。とても充実した時間でした。私は知らなかったのですが、今回利用した人力車の恵比寿屋さんは嵐山だけでなく、京都の東山や東京の浅草、鎌倉など全国の主要な観光地でも人力車を走らせているそうです。今回とても楽しい観光ができたので、他の観光地でも人力車にぜひ乗りたいなと思いました。皆さんのおすすめ人力車観光の情報もぜひ教えていただけると嬉しいです。この動画を気に入ってくださった方は高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあまたね。バイバイ。